はいどうも皆さんコロンくんです。今週もやってまいりました。脱出ゲームのお時間でございます。今日やるゲームはこちらの「出るゲー」ね。ね何が出ちゃうんだろうね。<laughs> 真面目にね、全なね、脱出ゲームなのでやっていきましょうか。ゲームスタート。なんだろう ?8 割くらいできていたデータが消えたとき、この気持ち。なんだろうどういうことなんだろう全然とマッチしてないんだけど。僕が出るって言ったら気持ち返せよ。な名も出ないじゃん,、うん。期待してたポスターに。ああ、これがはい。こっから始まっていくと、だ 誰かいるぞ右のおじいさんご飯食べ終わった後なのかなすごいお腹をサッサッしてるけどだい大丈夫ですかあんなにききききあっちゅいて紋章出てきたな二重丸五角形っていうのかな三角四角で時計のネクタイみたいなマークですねえー、じゃあこれがそのまま放置でいいなこれ <laughs> 狙ってて大丈夫あーあじゃあい回ねじゃあ回休憩させとこ時刻が9時15分だな何なを表してるんだろうああ開いた ははい、はいここでマーク色があるね赤青と、えー、黄色いっぱいあるじゃんはいはいそれで何かやるとここで開くとそういうことかまだね何もアイテムがないからとりあえずはあたり見て見渡してみますかロッカーの中はここは開かないお花さんもクリックできないこの箱はお、あ、月え何またボタンがあるわけわかんないんだよな最初ねこれ難しいからどん,どん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 アイテムを使って調べないといけないよねでもまだ一回もわ、えー、からないんであ なんだこれもまたちょっといろいろ今日難しい気がするな大丈夫かな四角の矢印でのね犯人みたいなやつがいるあのじじいかな何だり行ってみますかなんだどうしたあ、植木まああマリオの恋が二回三る3456これ以上出たら死んじゃうってこれかみわるなんまいひつよがしたいんだこれ99ね取ったらもうワンアップできなそういう感じなのからいやそんなやるべきなの これはでも死んじゃうよでもこっち下がってもリセッターされないよねだから9 0 0やんなきゃいけないのこれちょ大変だならやってみる一回でも言うてもう分んいったからないい気づかないのもなかなかないこのねよくわかんないカビンくん刻みにやっていくとあの <laughs> 時間短縮で <laughs> さっさとコインが取れるようになったわ <laughs> もうリズムリズム何かを熟知している僕さあ残りりンアップ取るぞきた99100いやそのままなんか それだけなんかよな期待した僕がバカだったわこちらの扉ははいカードキーが必要だと黄色のなんかさっきさこっちにも青だったよねこれが あちょっと待って待って急展開すぎる何一人一人おじぎしてマーク見せておじいちゃんは何におじいちゃん丸なのであれでもこれどっか見たことあるな黄色が四角はいえ緑があーご五角形いきなりマ <laughs> レリーコか何か息ぴったりだねいいんですよメもメもしないとこれで二じマークのさっきのやつと合わせるといけるみたいな感じなのかね丸が赤だから丸が赤えー、緑こっちが緑 緑色が四角の最後が青ということで、これで開く、あ、あいた開いた。よっしゃ、鍵ゲットした、何の鍵だ、これは。どこに繋がってる鍵なの、こっち右見てみま、まなんだ。純情は。<laughs> じゃ、真面目ちゃん,なんだね、脇隠して。それはコンプラできるな、さすが。すごい動画に優しい純情君だね、ありがとう。<laughs> 気使ってくれて、そんないいよ、別に堂々と出しちゃって、脇は。俺も鍵を。ああ、何、今度は。 まあこっちの方が危ねえぞ <laughs> なんなら何してんねんおじさん大の大人がこうおっぺろげしててやめてまたいろんなやっちゃって大丈夫これえーちょっとトマトだけ爆発しちゃったんだけど <laughs> 赤潰して大丈夫だったのかよ <laughs> いい,いいや赤のとこっちはこれは鍵が必要ここの鍵とかは入らないとえーじゃ何に使うんだろうねこれさっきの カードキーとかでもない。これか。ああ、開いたぞ。はあ。いた聞いた、えな、ー、にデスクトップ。<laughs> パソコンのどこにつけんの、これ。何にもなかったよね。ええー、いや。いき、いきなりやべえの持ってかれて、ちょっとびっくりしちゃってんだけど。何に使うんだ、このデスクトップは。じゃ、見れないな。はい、ああ、お弁当箱。二の割に入れ歯が入ってんだけど。<laughs> カードキー、手に入れた、やだきったねーな。デスクトップにご飯詰め込むんじゃねえよ。入れ歯。 は取れないのねシャモジとか必要な感じいや手で取れるだろそれぐらいはカードキー手に入れたから黄色の扉かなここがここではい掴んでここではい行けたこのさ扉のさ順番とかもなんかある気がするよ僕の中で、ま、後に使うとしてじゃあこの中調べてみますか富士山あれ富士山のマークあったぞななしょぼんしないで <laughs> しょぼんしないでよあさっきのまた四角のマークがあってこれをなんか入力するとゲージが開くみたいな感じ なのかな？ここはこけし怪しい。やばい。ちょっとセーブしとこ怖えわ。<laughs> そろそろね。こので、ね、こけしみたいな。マークが出るとゲームオーバーになる可能性が出てくるよね。あで、またこの四角みたいなのもあるな。へえー、ちょっとなわからない。 なになにクリックしたらなんか動いたんだけどああなに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 ななになにすればいいのここかな <laughs> 違うよねそこなんかクリックしたらカタカタ言うんだけどなようはしりクリックするみたいな感じかそういうことねなんか順番的なの書いてあったもんなも僕的にお辞ぎめっちゃ関係ある気がするんだけどえー、四角はいああ五角形四角三角 えで、丸は難しい。<laughs> すげえ難しい。このムービー、じ <laughs> ゃ、もう一回見て五角形、はい、えー、四角で、こっちなんだよね。次ね、三角。で、おじいじ、丸でしょ丸からの。で、また四角。 え五角形の順番で最後が全員でお辞儀するよねでなんかこの規則が額縁の中のやつをクリックして開くんじゃないかなって思うよさっきのケージの中のしょぼんちゃんが入っているやつのマークがこれが五角形四角丸三角なんだよねで順番通りに並べる、えー、五角形がまずは左、えー、で四角四角の三角丸 からご、また五かけえ、で。えー、あ、で、終わりか。あ、メが、これも違うの?。あ、違うな、六か、あ、間違えちゃった。<laughs> シンプルに間違えちゃった。もう一回やっていい?はい。あ、いけた、いけた。あー、出てきた。はやっと解決したよ。だと思った。っ これ鍵でしょやったどこの鍵に繋がってるんだ今いつになったらその犬のやつ終わるんだよ <laughs> ちょっとさっき進んじゃったけど赤い扉はい、で入ってきてなんだこれはこんなおじさん <laughs> おじさん寝てるなこう動きそうな予感がするけどで、あ、これはさっきのさ、ムーンのねあの、お月さんのやつ見たよねえー、12またいっぱい書いてあるし126何のこと言ってんだろうで、そしてまたよくわからない この仕掛けがあると、このテレビとかはデスクとかに繋ぐことってできないのか？あーできないな、何もすることができない、お席飯なんだよね、ご飯、<laughs> 入れ歯が入ったご飯なんだよな。とりあえず絶対このねやつは必要ないよ、なんでメモちょっと,ょっとしときましょうか。おっとなんか関係ある気がするぞ、この時計もうまたね。ああそういうことか。この順番にさっきのさ、このお月様だっけ？はいはい入力するとできるみたいなことなのかな？そういうことよね。 これね、一、二の六、六ってどれだ？六、九、九、一、二、六ってこと？あれ違う？最後マーク。ああ、できないな。ダメだ。 <laughs> パワーついた電源 <laughs> え入ってたんやデスクとか関係なかったよねでまた新しい花これの鼻の色だよね絶対あでも扉の色か鼻のマークが書いてあって青白赤なパスワード5桁の番号のところはあったからそれで開くのかなあはこれさ葉っぱのやつその花びらじゃないのこれが数字こう青が5白が3色が4で赤が1 2 だね左から青を足す白だから8だね8赤と青はこれは7ひくこれ2だね2と。 えー、で、黄色がそのままの4青を引く黄色が1ですねで赤が最後が7とで、全部合わせると82417になるからその通りにさっきの5桁たの番号があるからそこを行かないといけないとおうしょーこれ82あ開くかなほんとにこんだけちょっと推理してて違かったらちょっとやだな1の最後が7と開け頼むきたーよしよしどうしたエビフライトてしょもうもいろいろ 突っ込みたいところあるあああああやばいやばい。パンダがいるってことはそー危ないっすこれえーとと,とりあえず触れていいエビくらいがなタッチできないけどまたこの四角がある何にもできないよねはめなきゃいけないとしょぼんスイッチなんだまた ABC のやつあるよはいはいということでこんな感じとえーと黒のところボタンで危ないね全部危ねえ <laughs> このおっさんも危ないしさっきの感じでさデスクこれかあああ 開けるで暗証番号また打つのいっぱいマークあるじゃんえさっきご飯の中のさいれば取れなくていいのかな、えー、そのままやっちゃっただけだけどもう、まあ、いいかできればいいや電源つければこのボタン怖いね押してみる一回あー落ちましたよドッキリのンそうなる分かってたわセーブしといてよかったでさっきのさ数字のやつあったじゃんあれね多分12 12のね、さっきの暗証番号みたいな、ね、お月様のやつでこれちょっとやってみるかはいさっきね押すの回数多かったんだよねで1269126、えー、だねでこれで開かないのえマジえ1269あ99かちょっと待ってもう一回もう一回いいっすか <laughs> えー、1 2 6 99の126あー開いたでリモコンゲットした。何のリモコンだ。テレビに使うのかな？いつまで浮いてんだよ。ごめんよ。ごめん。寝かしとこう。ここかな。ここでリモコンで使っ。使 でまた違う感じで行くとかあ、違う、できない、どうしたあ、何が起こった <laughs> あ、使っちゃったリモコンえー、何何怖い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  <laughs> どこが今変化したんだって <laughs> えー、せっかくさこうおじっさんわかんない <laughs> 叩けるより起動した <laughs> 耳の順番関係ある感じのやつよはい、わかってきた分かってきた,分かってきた <laughs> あ、でこの画像か、はい、えっ、ー、と左、右、右、左、左、右の順番でおじ さんの耳を打ってあげるとはい、開くんじゃないのかなと思うよね左、右、右、左、左、右あ、来た足が動いたぞドライバーどっから出てくんのやめて <laughs> おケつかな、ここの部分え、真ん中の部分は開かないのえ、何かまたやんなきゃいけない感じなのかなまあ、でもドライバーをゲットしたからこれ何に使うんだろうねさっきゲージのところがこれかはい、ここで開くことでき えー、できそうなんだけどあっ、いけたいけたあ <laughs> できるやあー、で、取り出す終わら ガチャポンえーえーこけしくんだね NX0 の Z なんかあった気がするなここのマークで点の位置が左にあるからこれが N かな逆方向の NOOZ これで開く来た <laughs> なんかマイヤヒーやってる子 <laughs> 猫ちゃんこのアイテム掴めんの何に掴んで、ね、この猫わからんわからん一回セーブしとこう猫、ね、ちゃんとこの男おっさんをマッチングさせる とかそういうことは違うよねさすがにあ、噴火のやつのしょぼんと同じだからそっちにも使うとかこれねこの子と一緒にダンスさせるとああ、猫ちゃんが掴んにこけし出てきた何これ今回罰じゃないで大丈夫、えー、めっちゃ可愛いんだけどこれバシ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  <laughs> い,いいんでそんなことしなくていいからさこけしやってくれこれこけしさここに入るはめ、あ、られたなんやこれ謎のブロックこ ールービックキューブ中とかには何もタッチできないし入れないとえー、はめるところこういうところかなあはめたでああ、なんだなんだなんだ,なんだえー、ちょっとメモしとこうでここのところに使うとはいえっ、ー、と全部の画像がこちらなんだけれども青がダイヤ青ダイヤなんだよねこの、でカードキーかカードキーをの順番で行くの感じなのかなだとすると赤、あでも黒もあるぞなんだろうこれ緑もダイヤこれで開くあ開く 動かないわ違うのかね黒のマークもあるからね違うとしてえなんだろう逆とかそういう感じか逆でやってみるかこれではいあいけたわなご飯粒めっちゃ詰まってるえダ、ー、ダウンロードしちゃった結果シャリがで出てきてよくわかんない出てきちゃったよいればじゃないな散々求めてたやつのなにこのおっさんおっさんいっぱいだなこれ逆でいけたとなるほどねでど,どうすればいいんだこの取ってってさ確かなん なんかできるところあったよね青い部屋のここからここにはい装着してあげるとでああ黄色な鍵でえもう出れるじゃんそうなると一回セーブしとこう。 セーブしといてじゃあ最後普通にエンドしちゃっていいのかなまあ入ってみますかで鍵使って最後がおっきた無事に脱出できました脱出エンドでかん、えー、ということで <laughs> おじさんが優 <laughs> 雅にいるわけやめてよー <laughs> それでなんか脱出したくないんだけど僕 <laughs> ままいやぶじいだエンドということでえでもう1個あるんだよね。 はい、完全脱出っていうのがあるんだけどアイテム1個使うよ何にどうやればいいんだろう。あ、これ違うわ。はい、画像が変わってるね。左ね、何これ左のマークと右のマーク、耳の部分か。右の部分で、はいえー、長い短い短い長い長い短いって書いてあるけれども、あこのおじさんの右の耳とか左の耳を今適当にさっきの順番を買って長い方を左だとしてやってみますか。左右右左 左左右でいけるかなあ。行けないわ。じゃ逆えー、長い方を右耳だとして右左左右右左あー。行けた生まれた。毎回そこから出してくんのやめーよう、えー、完全でこれでやっと。さっきので使うと行けるのかあもう行っちゃって大丈夫？ はいえー、とこのまま脱出するよあー溶けしちゃういうこんな脱出をしました脱出エンドーかこれだとちょっとしっくりしてするわ出るもの出ちゃったねありがとうございましたということで、えー、今回やった脱出ゲームは、えー「デルゲーというゲームでした今回は結構ボリューミーで楽しかったねよかったらぜひ、えー、チャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いしますそれではじゃあまたねーバイバーイ 最後まで動画を見てくれてありがとうございますこの動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いしますチャンネル登録のやり方はパソコンの人は右のボタンから携帯の人はね概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてくださいそしてねツイッターも毎日更新してるのでフォローしてくれると嬉しいですそれではまた次の動画でお会いしましょうバイバイ